私のお母さんはいつも元気で優しくて自慢のお母さん。ただいま。おかえり。これからだってどうだった？ずっとそうだって思ってた。今日は疲労が原因だって。最近ずっと家にいたし、運動もろくにしなかったから体力落ちてきたのかもね。その時に決めたんだ、今度は私が支えるんだって。あった。全世界の死因の5人に1人は単なる不健康な食事が原因なんだって。え、世界中で運動不足を解消すれば年間最大で500万人の死を防ぐことができるの？睡眠不足と孤独はタバコと同じぐらい悪影響って本当？今までは受験生なのに大学のことなんて正直全然考えてなかったけど、これだ。よし、お母さん、私決めたよ。私ここに行く。私はここで健康を科学する。愛知学院大学。